途中だとかって途中からシリーズ欠場して全然出てきてないんですけども、それ自体私には信じられないことだし、そういうわがままが通るような世界じゃないと思うんで、今日は私対土屋じゃなくてうちの新人の分、全ての分も本当返すように目には目をで傷つけてやっつけたいと思います。 ユーステスの痛さとか恐ろしさっていうのはもう前回札幌でやって痛いほどよく分かったんですけども、今回はそういう恐怖心よりもただ土屋に対しての憎しみしかないんで、それはもうさておいて、もうやり返すことしか考えてないです。
Yeah!
やった時はやっぱり初めてっていうこともあって、優秀ですね、今まで男子がやってきたのを見て本当にそういう怖さっていうんですよ、優秀ですね、本当に持つ怖さっていうのを見てきて、やっぱ恐怖心とかってすごくあったんですけども、実際やってみた時にやっぱり本当自分の想像以上な痛みとか難しさとかっていうのをすごく本当に感じたんですけど、でも今回はノーロープっていうことになって、私は自分一人だけ、前回はタッグだったんですけども、今回は一人だけっていうね、条件は本当今回の方が厳しかったんですね。でも条件は厳しかったんですけど、もう本当に今日は土屋に今までの自分一人だけじゃなくて、うちの新人岩林とか中村とか中山、他みんな土屋も豊田もやっぱり引退を考えるぐらいまで追い込まれて、本当にそういう分が私の中であったんで、デスマッチとかノーロープとかそういう怖さよりも難しさよりも、ただ単に土屋を倒したい、その思いの方が強かったんで、正直言って今回は耐えれるのは自分だけだし、ノーロープっていう難しさもあって、実際やる前までは大変だなと思ったんですけど、試合が近づいてきて、ただただもう土屋に今までの分は私だけじゃなくて、今までうちの新人とかその分を話したいっていう、その入れ替えしたいっていう気持ちだけだった。